大鳥井武志水別神社は、長野県千曲市八幡にある神社。式内社で、品濃国四宮。旧社格は、県社で、現在は、神社本庁の別表神社。旧称は、八幡宮。現在も、八幡様、八幡神社の通称がある。主祭神聖堂の神創建年代については、社殿によると、第八代高原天皇の時代に、鎮祭されたという。 また、イフタタ泥子の孫、デンデンヒコイノチの五世孫、タキーニシエが、陽明天の朝に、シナノへ下校し、武水別神を放災したことに始まると、ケ図ズに伝わる。また、タキーニシエの五世孫に、新人ヘ行し男がいるとされる。ただし、創始年代と、こうし男の活動時期を考えると、ケ図ズはに、世代ほどの開きがあることになる。国史での初見は、上岸八年で、 位から一役して、十二位の深海宝珠を受けている。また、延長五年成立の演技式新名帳では、品濃国皿品群に、武水別神社名神大と記載され、名神大社に列している。ただしこれらが、当社に否定されるに至る根拠は確かではなく、他の論者として、桶けと神社が挙げられている。武水別神社一帯は、平安時代末期より、岩清水、 ヤワタグの荘園となっており、あんな年間に、岩清水、ヤワタグからヤワタ神が誕生されたと伝える。ヤワタ神は、源氏の内神としても知られ、武水別神社はこの地方随一の八万宮として、広く部門の数計を受けた。また木曽義仲が祈願したと伝えられるほか、川中島の戦い同期の上杉謙信の、誕生文なども残されている。慶安元年には、江戸幕府から、 主因地200国を与えられた。明治に入り、それまで称していた八幡宮から武水別神社の社名に服した。また、近代社格制度では、当初豪社に列したが、明治41年に県社に昇格した。なお、1939年に軍用バイク制のため施行された種馬統制法により、日本在来種の基礎馬の種馬が汎用処分になった際、 同神社の神部として使役されていた神明号は処分を免れた。同馬は1950年に民間へ払い下げられ、木礎ば登録事業の一号馬として種馬になり、同種の血統復元に貢献した。本殿八千18,896平方メートルの車地には、車窓として欅杉を主として二十数種が生育し、その数は400本を超える。 老木も多く、武水別神社社層として、長野県指定天然記念物に指定されている。南北、約280メートル、東西約70メートルの、敷地は、元は、正方形であったが東側を千曲川による、しばしばの洪水に削られて現在見る、長方形になったと伝えられている。現在の社殿の多くは、天保13年の火災の後に建てられたものである。 本殿は、諏訪出身の立川和史郎によって、嘉永三年に完成した。拝殿は、立川和史郎の貢献のもと、峰村八五郎により、安政三年に完成。なお、天保十三年の火災を免れた社殿として、拙者高羅社の本殿がある。別当時のさらしな八幡神宮寺は、天来宗品の御山の一つとされていたが、明治の廃仏希釈の際に廃寺となった。 それまではこの神宮寺僧侶と神社官主によってすべての祭祀を共に行い、境内南半分に、仏区所、甲羅社の向かい側に、女宝堂、手洗い場付近に首労、東側の総大会館には、三重の塔があったと伝える。神宮寺廃止後の仏像仏具は、上山田の東国寺に移され、釈迦堂は解体し、いかだに組んで千曲川を降り、笹崎で陸揚げし、 戸口の昭王寺本堂として再建されたという。高羅社大屋内の本殿は長野県だから、武水別神社で行われる祭事は次の通り。特に、記念祭、霊体祭、オート祭りの3祭は、3大祭と称される。年間祭事一覧太寺は3大祭り。12月10日から14日に行う、新滑祭りはオート祭と通称される。 祭りは五人の頭人を中心に進行し、その三番頭を王都と呼ぶことが祭りの名前の由来である。歴代の頭人の氏名を記したおつむ町では、最古は文禄元年にまで遡っており、四百年以上続く祭りとされ、国の選択無形民族文化財に選択されている。なお新館松岳の建物のうち、松岳住宅をもやが、 平成16年11月22日に松田屋裁館が平成26年2月20日にそれぞれ長野県だからに指定されていたが、いずれも平成29年9月6日に消失し、平成30年2月13日に指定解除されている。所在地周辺注釈出店、ありがとうございます。